試合は中盤までに3点をリードした明豊が6回裏、9番寺本のタイムリーなど4本のヒットを集めてこの回3点を加えリードを広げます。6点を追う創成は8回表、9番川野のタイムリーなどで2点を返し明豊を追い上げます。しかし8回にも得点を加えた明豊は創成の反撃をしのぎ8対4で勝利、15回目の優勝を果たしました。新チーム最初の大会絶対優勝しようって話してたので、まずは優勝できたことが良かったと思います。自分たちが目標にしている甲子園に行くためにもっといい試合ができるようにやっていきたいと思います。今月14日からは来年春の選抜につながる九州大会の県予選が始まります。